2匹の欲張り子グマ。昔々、深い森の外れに、お母さんグマと2匹の子グマの親子が住んでいました。子グマたちは大きくなると、世の中へ出て幸せを探そうと思いました。それを知ったお母さんは、子供たちに言いました。どんなことがあっても、喧嘩をしてはいけませんよ。喧嘩をすれば、必ず損をしますからね。大丈夫。僕たちは仲良しだから、喧嘩なんかするもんか。2匹の子グマは元気よく旅に出かけました。旅を続けているうちに、お母さんにもらった食べ物がなくなってしまいました。兄さん、僕もう歩けないよ。朝から何も食べてないんだもの。弟グマが泣き出しました。僕だって同じだ。腹が減ってもう死にそうさ。兄さんグマも涙をこぼしました。それでも2匹は歩き続けました。すると道の真ん中に赤い大きな丸いものが落ちていました。なんだろう、いい匂いがするけど。子グマたちは急いでそばへ行ってみました。するとそれは大きなチーズではありませんか。2匹は大喜びでチーズを分けようとしました。では僕が2つに分けてやるよ。いやだ、そう言って兄さん大きい方を取るつもりだろう。何を言う、お前こそ大きい方を取るつもりだろう。2匹はチーズをそばに置いて口喧嘩を始めました。するとそこへ狐のおばさんが現れました。まあまあ、子グマさんたち、何をそんなに怒っているの？そこで子グマたちは訳を話しました。すると狐は笑って言いました。おや、そんなことだったの。それならおばさんにチーズを貸してごらん。上手に分けてあげますよ。ありがとう。でもちゃんと同じ大きさにしておくれよ。そうだよ、同じ大きさだよ。はいはい、ちゃんと同じ大きさにしてあげますよ。狐はチーズを受け取るとパカリと二つに割りました。すると片一方がどう見ても大きいのです。あ、大きさが違うよ。ちゃんと同じ大きさにしてよ。子グマたちが文句を言うと、キツネはにやりと笑いました。このキツネはずるいキツネで、わざと片方を大きくしたのです。キツネは子グマたちに言いました。坊やたち、騒がないで大丈夫よ。おばさんがうまくしてあげるから。キツネは大きい方にガブリと噛みついて、チーズを食べてしまいました。あ、そっちが小さくなっちゃった。平気平気、それなら今度は。キツネはまた別の方をかじりました。するとそっちが小さくなりました。あ、今度はそっちが小さくなっちゃった。あら、それならこれで。キツネはそのままあっちをかじったりこっちをかじったりです。そしてやっと同じ大きさになった時には、チーズはちっぽけなかけらになっていました。さあ、これで同じ大きさよ。では、さようなら。キツネは大きくなったお腹をさすると、さっさと行ってしまいました。昔々、深い森の外れに、お母さんグマと2匹の子グマの親子が住んでいました。子グマたちは大きくなると、世の中へ出て幸せを探そうと思いました。それを知ったお母さんは子供たちに言いました。どんなことがあっても喧嘩をしてはいけませんよ。喧嘩をすれば必ず損をしますからね。大丈夫。僕たちは仲良しだから喧嘩なんかするものか。2匹の子熊は元気よく旅に出かけました。旅を続けているうちにお母さんにもらった食べ物がなくなってしまいました。兄さん、僕もう歩けないよ。朝から何も食べてないんだもの。弟グマが泣き出しました。僕だって同じだ。腹が減ってもう死にそうさ。兄さんグマも涙をこぼしました。
それでも2匹は歩き続けました。すると道の真ん中に赤い大きな丸いものが落ちていました。なんだろう、いい匂いがするけど。子熊たちは急いでそばへ行ってみました。するとそれは大きなチーズではありませんか。2匹は大喜びでチーズを分けようとしました。では僕が2つに分けてやるよ。いやだ、そう言って兄さん大きい方を取るつもりだろう。何を言う、お前こそ大きい方を取るつもりだろう。2匹はチーズをそばに置いて口喧嘩を始めました。するとそこへ狐のおばさんが現れました。まあまあ子熊さんたち、何をそんなに怒っているの。そこで子熊たちは訳を話しました。すると狐は笑って言いました。おや、そんなことだったの。それならおばさんにチーズを貸してごらん。上手に分けてあげますよ。ありがとう。でもちゃんと同じ大きさにしておくれよ。そうだよ、同じ大きさだよ。はいはい、ちゃんと同じ大きさにしてあげますよ。キツネはチーズを受け取るとパカリと2つに割りました。すると片一方がどう見ても大きいのです。あ、大きさが違うよ。ちゃんと同じ大きさにしてよ。子熊たちが文句を言うと、狐はにやりと笑いました。この狐はずるい狐で、わざと片方を大きくしたのです。狐は子熊たちに言いました。坊やたち、騒がなくて大丈夫よ。おばさんがうまくしてあげるから。キツネは大きい方にガブリと噛みついてチーズを食べてしまいました。あ、そっちが小さくなっちゃった。平気平気、それなら今度は。キツネはまた別の方をかじりました。するとそっちが小さくなりました。あ、今度はそっちが小さくなっちゃった。あら、それならこれで。キツネはそのままあっちをかじったりこっちをかじったりです。そしてやっと同じ大きさになった時にはチーズはちっぽけなかけらになっていました。さあ、これで同じ大きさよ。ではさようなら。キツネは大きくなったお腹をさするとさっさと行ってしまいました。おしまい。今日はここまで。それではおやすみなさい。